がワどうしようかな占い出るか。迷うなぁ。うっくるっちゃうよまぁ、あ、例の出てた方がいいよね。まぁ、あ、決め打ち進行してもらうか。ああ、潜伏行人ね。 諸説あるよな仏教人なでもオオカミいやーどうかな普通に噛まれたら最悪なんだよな 白出されて潜伏持つ安易出すなぁでも出るかやってた方がいいかもな相当うまかったら出なくてもいいかもしれないけど朝が来ましたあれの安定じゃない昨夜は誰も死にませんでした 9番のプレイヤーは発言してくださいはいおはようございます村人陣営特に CO ございませんうしぼろ行っていこうかなと思います、はい、えっとこの村ですね2週目の COCC を直行禁止ということなのでなるべくですね、えー、2週目までに狩人の方も出てきていただきたいなというふうに思っております うんえー、とカリウドスカシしようで申し訳ございませんけれども、えー、とこれは釣り位置と、えー、あと、うん、占い先の、えー、幅を狭めるためですね、えー、あと釣り位置に上がってしまった場合の使用し使用ができないので、うん、カリウドの方は出てきていただきたいなというふうに思っております。の場場合合でもねね、うん、よほど黒いい位置がいた場合、うん、あとあ、ね <laughs> え決め打ちできるような場面であった場合決め打ちとかまあグレーズリーとかも全然話聞いてえ考えていきたいと思っておりますえ一番さんに回します以上です一番のプレイヤーはなんかブブってなった占い師使用します5番三ンシロでした五番三ンシロ把握お願いします、えー、グレーの九番さん触れていくんですか <laughs> えっと進行論で狩り、えー、が出てほしいということと、うん、それすごく印象いいですね自分目線 カリウドに白なんて絶対に打ちたくないから、えー、出るべきですね。まあ出るんだったら2周目ですね。1周目は出なくていいです。出るんだったら2周目でいいと思っている。盤面固まってからの方がいい,い,いと思っているからね。えー、っと、それで、えー、9番さんは22進行になった場合の話で、えー、っと、決め打ちかグレーかっていう話は、まあ話を聞いてから決めるっていうところかな。9番さんは盤面見てから決めるというところで、特に色落ちなかったですね。うん。 えっと、例のロラとか、えっと、決め打ちとか、グレーとかまあ、番目見て決めるってところかなっていうところで、特に、えー、色落ちはなかった二番のプレイヤーは発言してくださいはい、えー、人数合わせです。お願いします <laughs> えー、行きまから始まって一番さんで占い師を5番さんが村陣営めいい名前だな僕が占い師です。五、えー、番さんが村陣営です。5番さんが村陣僕が占い師で五番さんが村陣営 <laughs> 9番さんに関してはまあ狩猟出てほしいって言ったんですけどまあ1番さんも言ってましたけど狩ウドって出なきゃいけない理由とかあるんですかなんかうん僕別にあの潜伏してもいいかなって思ってますけどね狩ウドはうん出させたいんですか9番さんと1番さんはうん狩ウドは別に出なくてもいいですよはい以上です3番のプレイヤーは はい、私、霊能者です。3番、霊能者です。うん。1番さんが5番さんに白。2番さんが5番さんに白で間違いないでしょうか。と、そうですね、カリードを出すメリットとしてはですね、まあ、進行役になってもらえるっていうところですね。えー、確定白は、この村ではね、カリードしかいないので、えー、基本的にはね、でカリードに、まあ、進行してもらえるというのと、 あとは、あれですね。あの、占い師が、えー、カリードに白を出してしまうと結構致命的なんですね。うん。やっぱ占える回数かなり少ないので、カリード出てもらって、それ以外占った方がいいんですよね。っていうところですね。まあでも考え方の違いとか、あとは経験の違いかなっていうところなんで、まあそれで信教は見ないかなっていうところですね。ただ、占い師的には、私はどうしてもカリード占いたくないんでね、あのカリード出てくださいねっていうのは、あの言ってほしいところですね。 ただ2番さんがそれで、新用さ落ちるって感じはしないですけどね。まあなんか本当に考え方が、あの、わかんないんだろうなって感じはするよね。9番さんはね、もう彼出てほしいって言っちゃって、まあ、光透かした。その、自分が彼女じゃないことを、まあ、間接的に透かしてるんで、まあ2周目に彼女は出るしかないかなって感じですね。まあ彼女の話は、あの、役職者がしてほしいですね。私とか、占い師とかがしてほしいかな。それか盤面詰まってから言ってほしかったけどね。まあ、出た以上は、 まああと2周目とかに出てほしいかなと思いますかなで2番さんが5番さんに白を出したことからまあ2番さんの強人名は低いかなって思いますねうん2番さんが強靭だったらあの他の人に白を出してあの囲い,いを作った方がいいかなってところで2番さんは新郎11番さんまだわかんないってことじゃないですかねそれぞれ発言で推査はできないけどうん かなまあ、2番さんからは彼は出てほしかったなっていうところがあるから、出てほしいって言ってほしかったところはある。4番、のプレイヤーは発言してください。9番、サイクロ、うん。つむらのやつは彼のこと言う,の言うんじゃないって話だ。もう共通認識で言っちゃダメだと思う。彼のいい誰、ね、だかったら出てな,ない出なきゃい,ないんだよ。よ占い師も彼を占わなきゃいいだろう。そんなつまんないこと言ってんじゃないよ。黒いやつ占えばいいだろう9番みたいな。うん。 りじゃね。えんだろ、ね、なん 9, 9番だろ。仮を使ってないやつはさ、ね、立派なことを言ってでもさ、やっぱりダメだと思う。9ずるだろどうと考えても。声遠いですか ?6、7、8で変な人が出,出ない限りは。うん。仮は仮で判断すればいいんだよ。占い師は仮出させないように仮じゃないやつを占えばいいんだよ。仮だ、仮を占ったら困ります。そんな神経でダメなんだよ。本当に、こんな熱いヒロちゃんも占い,占い師はもうセンスがないんだよ。 カーリじゃなくて黒いやつ。まあ、正確に言えば白っぽく振る舞っている村に出してる風なオオカミを見つけるべき。5番のプレイヤーは発言してください。うん、ください。はい、おはようございます。村人陣営です。特にしようございません。そうですね、現状9番さんから始まって、9番さん村人陣営では2週目までにはカーリと出して、スリーチとかい先を減らすため。そうそんな黒っぽい発言だとは思わんかったな。村勘定じゃない カリウド乗っ取られても困るんだよね、噛まれて。そういうワンチャンな場面を少しでも減らしたいから、僕は安定的に勝ちたいから、出てきてほしい派なんだって感じ。ただ、れ僕がカイドじゃないってことじゃないからね。2周目に出てきて、あ、でもね、俺、あ霊能がどうなるかによるんだけど、霊能 2CO で心境っぽかったら、グレー詰めちゃいたいなって印象がすごいあるから2週、2、う、周んごめん、2周目入ってからだわ3 c 目になる可能性もあるし。うん そうだね3。3番3とかがオオカミで出ていて、1、2で狂人が出ていた場合に、ん ?3 番3オオカミの1、2どっちかオオカミの時に狂人が間違えて使用する可能性もあるし、霊能3、4の場面とかいろいろ考えられるんで、仮度は2周目に出てきてください。霊能2、4の時は例のの内訳を考えて、ロラしていくのか、それともロラじゃなくグレーを詰めていくのかってところを見ていきたい。占い師1番3、2番3に関してですが、2番3重ね切ってできたところ、 僕が占い師だった場合、これしちゃうとちょっと狼僕見られちゃうよねって思うから、その発言とか出てもよかったと思うんだよね。それをしなかったってところで、重ねて単純に新名を取りに来た狼とかする可能性もあるかなとも思ってる。ただ、一人に関しては消費生活か。三番さんに関しては占い師フラット。カリウド選択すべき理由は二番さんとは意見の違いだって言ったんだけど、二番さんはカリウドを出なくていい理由っての述べてないんだよね。 うん。占い師目線、カリウド占いたくないはずなんだよ、絶対に。そこに関して強く言えなかった点として、3番さん若干怪しいかなって思った。ついで4番さんも、カリウド占わなきゃいいって言ってるけど、どこからその自信が湧いてくるんだろうって感じ。ワンチャンにかけて乗っ取りたい狼さんもあるかなって思って二2週目に入ってからもうちょっと考察しっかり行っていきます。6番のプレイヤーは発言してください。さいはい、おはようございます。村人陣営です。 え9番さんから始まって1番さん2番さんが5番さんに白ですね。把握しました。えまず2番さん視点、狩竜と出なくてもいいという発言は僕は結構引っかかりますけどね、正直。うん、2番さん目線っていうのは5に白が出ていて1番さんの白結果っていうのも落ちてないよね。2番さんが1番さオオカミで見てるんであれば初日がいがないとか、まあそういう精査もできるだろうけど、今回に関しては、勘レーの位置っていうのが 4,、うん、4、6、7、8、9、5人いるんだよね。 二番さんは占い師だったとしたら、そこのうんグレーを少しでも狭めたいみたいな気持ちがあってもおかしくないと思うんだけどな。だから二番さん視点っていうのは結構カリウドが出てほしいと思うんだけど、二番さんが新占い視点っていうのは。<coughs> それがないのは発言的に気になったかな、二番さんは。うん、俺別に九番さん、まあ一周目で出てくれっていうのはあれだけど、二周目で出てくればいいと思ってるよ、カリウドに関してはね。まず客観グレー幅が広い。 まあ5番さんがカリドの可能性もあるけどね。だとしたらめちゃくちゃ客観グレー幅が広いけど。だから別に4番さんが言うほどりは9番さん黒いと思わなかったな。でもかといって4番さんが狼っぽくは感じなかったね。うん。4番さんは3番さんが例のでで出てきてて、この後に例のが出るみたいな視点も全くなかったし、単純に4番さんが狼っぽくないなというふうに思った。う,ーんうん。<laughs> かといって、4番さんが言うほど9番さんは黒くないと思っている。9番さんは2周目次第っていう感じかな。で、3番さんは、カリューの話を役職がすればいいっていうふうに言ってたんだけど、3番さん役職じゃないのかなと思ってしまったね。3番さん偽なのかなと思った。3番さん視点でその言葉って出るのかな。3番さんが役職であれば。言いました。以上。 私もって言います。はい。おはようございます。もう使用しますね。自分カリドレスをね、言っときます。自分カリです。で、まあ、現状9がグレーで、まあ、9番さんはね、うん、別に1周目で、別に9番そこまで黒いかって思ったらね、別に言ってることは普通だと思ったけどね。 そこを黒いと思ったらね、4番もね、でもね、4番も正直ね、黒要素はそこまでねえんだよな。4番が人狼ならあ、あそこまで9番を釣り押すかっていうこともね、ちょっと考えてしまう。あとね、白いと思ったのもね、6番さんなんだよね。2番さんに対する精査が自分と一緒だった。2番さん目線さ、えー、5番白確定でしょだったらね、ちょっとでもいいから、グレーをもっと、なんだろうな、つ だよね、もっとグレーをね、やった方がいいと思うけど、なんかそこ気になったんだよね。で、3番さんがね、21がね、なんだろう、フラットって言ったんだよね。うん、もし3番が強靭ならね、21に対しては正査は言いたくないと思うから、なんだろうな、若干3番さんに強靭目を感じてしまった。21は信用だと思うけどね。うん。まあ、8番さんが例の使用してなければ、まあ、まあ、確定なんだけど、 なんだろう。なんか三番さんの声聞いてるとなんかなんかちょっと黒いなって感じてます。六級狼いないですね。現状六番シドが八例の内から。うん、もうね四級はもう確実に別陣営だと思う。いや別に。狼いない近。近か。どうじいまかな。そう。わかんねえな。八番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。ええー、僕村辺陣営で塩あります。ええー、霊能者です。 うんまあ、もう僕目線も3番さん真っ黒クロスケですね。それかムラスラかちょっとわかんないんですけど。クロクロスケムラスラ、うん、まあ別に7番、6番さんの便乗じゃないんですけど、僕,は僕もなんか2番さんのちょっと狩りと出てきてほしいっていところは少し引っかかりましたね。うんまあ別に9番さん色落ちはなかったです。うん、1番さんの方が僕2番さんよりしめん高いですね。さっきの言う通り。で3番さんはもう真っ黒クロスケ。うんもう真っ黒、真っ黒。で4番さんは 何言ってたっけ ?4 番さん、うんと。4番さん。えー、っと、すいません。4番さん、忘れました。うん、特に印象はありませんでした。4番さん。確かなんか怒ってたような気がするんですけど、ちょっと、あ、えー、っと、っとすいません。忘れました。で、5番さんが確か、えー、っと、すいません。ちょっと忘れました。9番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。えーっ,とはえー、っと、3番さんと8番さんが、例ので、1、2が。えー 占いですね、うん、1番さん、2番さんに対する精査は皆さんと同じですね。2番さん目線、カリウドが出てきてくれた方がグレー幅、狭まっていいんじゃないかなっていう視点があってもいいのかなっていう感じ。それに対して3番さんは、えー、2番さんの視点の違いじゃないか、うん、まあそうかもしれないねっていう感じ。私はね、うんえー、っとね2週目、チャットありの場合はこんなこと絶対に言わないようにはしてるんだけど、2週目、チャットなしでしょう、うん。私が例えば、釣り位置を例えば、叩かれた4番さんにあげるとして、4番さんそこで、4番さんカリウドでね。 えとね、4番さんそのままスルーして9番さんツルーって言って、えー、となんか終わっちゃったとするじゃない。で、その発言に対して4番さんをツルーって流れになった時に、結局、カリウド保護ができないから、カリウド今回チャット同じだから出てきてほしいんだよっていう話をしたんだけど、あまり伝わってなかったようで申し訳ないです。まあ、えっ、ー、とね、3番さんあ、6番さん言ってたけど、3番さんが、えっ、ー、と、役職者が死んで、 方がいいっって言ったのは私は、えー、と結局のところスムラ発言をしているっていうことだよね。スムラからカリウドに出てほしいと、ね、カリウドの位置がつけちゃうから九番、えー、さんは言わなくてよかった。1、2ぐらいから言ってほしかったっていう多分そういう発言だと私は捉えているからそこは気になるなっ、えー、とね。 気になった点が、八番さん、えっ、ー、と、者さんにえっ、ー、と、両方ともあって、えー、最初に八番さん言うんだけど、八番さん、たたき位置すごく多かったんだけれども、たたいてる理由がなんとなく、まあ、ふわほわとしてる感じ、うん。そこがちょっと怪しめに見えているってところですね。三番さんの、えっ、ー、と、先ほどの六番さんの指摘のところはあんまり気にならなかったんだけど、三番さんは、あのね、なんだっけな。うんと。 えとあそうだカリウドが、ね、進行役になってくれるからって言ったところでね、えー、盤面によるけどっていうのは西洋になった時の盤面を予測していたような気候予測していたように聞こえたので、うん、1番今日釣られにかった方がいいかもない、これ2級じゃねこれ38が真ローなのか真強なのか,占っ,ていないから占っていないため判断ができないので、えー、とローラーはします。うん、話聞いて、まあ、本当に 新要素があったら決め打ってもいいと思ってるけど、えー、とここでよく、えー、と霊能新居で見る方がいるんですが、えー、それで新郎で出,た出ていた場合って、なかなか霊能で出ている狼を釣る機会がなくなってしまうため、えー、自分は安定をとって83ローラーをかけようと思っている。八番さんの発言で引っかかったのが、えー、と2を新芽って言いました 自分の把握漏れだったらごめんなさい。え、これ、把握漏れだったら2周目指摘してね。え、2番さんのことは新芽と言いました。です。ということは8番さんは狩人度潜伏してほしいかったということですかだとしたら、えっと、狩人に白が出たらどうするんでしょうか狩人が白くなりすぎたら噛まれる。黒くなったら真の占い師に占,占われる。え、そうなると、村視点、え、ちぬ村と、あのー、真の占い師目線、グレーが狭まんないんですよ。 うん、っていう点で8番さん意見が合わないなと思った。そこで9番さんが8番さんへ指摘していた。8番さんあちこち殴ってましたね。2番さん締めという理由もなかったし。そこで8番、えー、9番さんは、えー、若干ムラメがあるなと思った。えー、そうだな、うん。正直3番さんからは怪しい発言とか全くなかったかな、えー。1、人に対して考え方の違いというところで。うん 3番さんからクローズを拾えてなくて、8番さんからはその雑な殴りと、心霊脳差になりそうな気がする。これどうしよう今のところ、まあ、2週目聞いてからなんだけど、今の1周目の段階だと8番行こうかなと思っている。えー、グレノセサはまた明日行こうしていこうかなと思っている。やべ、えこれ、心霊脳差になって2釣りになりそう。うんと、1番さん、えー、っと、え、チャットなしなんじゃないのえー、っと、1番さんは2りだな。 八えっ、ー、と三八の内訳をなをか占ってないから分かんないって言ったけど例えば1が一、えー、が3に白とかだったら判断ついたんでしょうか1番3。うん。えっとね考察3六狼1強人かなって思ったんだけど1番さんがローラーしたいって言ってたから。 どうなんだろうな。さんさんに関しては、えー、っと、なんか、カリウドに関して、役職の、役職者の方が言ってほしいって言ってて、うん、なんか、その後に、まあ、自分とかって言ってたけど、やっぱ、ちょっとなんか、しんぽくないんじゃないかなって思ったのと、8番さんがしんぽかったから、3番さんが偽かなって思った。で、3666で追ったのは、6番さんが、2番視点グレーが4、四6 7 8 9で、広いからカリウド出てきてほしいって、えー、っと、言ったってな、6番さん言ったんだけど、あの3番を外したから、 うん。だから36かなと思いましたね。で、1の狂人あるかなと思ったけど、でも1番さんがローラーしたいって言ったから、ちょっとそこで分かんなくなりましたね。うん。でも3番2世っぽいから3番さんから行きたいですね。うん。2>, 2分の1人外釣れるし。<laughs> うん。あとなんかあるかな。最高。 理由で言ってた私は黒いって言った。4番さんの言動はちょっとわかんないです、今のところ。今のところっていうか、わかんないよ4番さんは。うん。言うほど、2週目の発言、9番さん黒いと思,い思わなかったですね。うん。まあ、それ、うん。で、あと、カリウドがあの出なくて行って行ったのはあの、つまんないからです。理由なかったのは申し訳ない。えっ、ー、と、ごめんなさい。カリウド、毎回フロープン、毎回フロープンして、カリウドしようとか、つまんないんですよで。もう7番さんいないですから、ね、うん。はい。3>, 3番。 のプレイヤーは発言してくださいうん。まあ、チャットあったんで、もう、そこはルームマスターにお任せします。その辺の処理は。<laughs> で、私ね、6番さんね、もう、もう、白と置いていいと思う。理由としては、まあ、例えば6番さん、狼で、ね、1番さん、2番さんに相方がいるとします。だった場合、えっとね、94をね、白いって言ったんだよね。黒くないって言ってたかな。うん、黒くないって言ったんだよ。ってことは、78に、 7八のことを、あの、狼に追わなきゃいけないんだよね。でもそれって、まあ大、大、もうほぼほぼさ、945って狩人っぽくなかったじゃん。で、7八がね、7八にどっちかが狩人いる感じだったじゃん。だから相当苦しくなるんだよね、それって。だから6番さんもね、白置いていいと思ってる。うん。もう、私はもう白マークつけた。で、2番さんが私の偽で見たり ごめん、聞き逃してたかなそのな、なんて言ってたわかんなかったけど。うん。まあ、八番さんの発言で、私を、うん、てか八番さん、神明が高いってこと、うん、八番さんってさ、私のこと真っ黒クロスケって言ってたよね。どういうこと真っ黒クロスケって。あれかな人外のことを黒って勘違いしてるパターンかな。黒って狼のことだよ。私のことなんで狼確定してるのおかしいでしょ。っていうところで、八番さん黒もあるかなと思った。 うん、で、な、なんだよね。だから、私はね、6番さん白いと思うから、4か9なんだよね。で、1番さんは9番さんのこと白いって言ったよね。4番さんそんなね、黒いと思わなかったんだよね。9番さんあんな仕掛けるかと思ったから、9番さん黒だと思うんだよね。だから1番さんとはステンが合わないんだよな。でもそうなると1級狼か。ああ、どうなんだろうね。 今日は8かな4番のプレイヤーは8ゲーム1番は5になったの隠しろよそれにであれば69の中にラストウルフがいるってこと、うん、相当うまいの、うん、俺はたった1つだけ狩りを出させなかったグレーの中でうん。狼だ、ね、俺が狼オカうなら、うん、狩り出ろって言う、うん、だって噛みたいから <laughs> 村だから言わなかったんだよ狩りに任せるっていうのはそれがそれを村が信じれば勝てる うん、それを信じなかったら、どうせ曲げる。1時間の時間の。のいや、これ、一級狼の気がするんだよ。が相当、うまい。五がもう、白隠く。そう、そう、そう。六級の中にいます。一級がいんぽいん。俺はもう、それを。二をかばったんじゃなくて。村が俺を信じなかったら、曲げるだけ。九億円気がする。狩りを出させなかった人間が、絶対に村に近い。狩りを出せる方、の人間の中に、村人もいるけど、狼もいる。それがわからなかったら、村は曲げる。うん。意外と2番が死んで。 8番が真なのかもしれないね。5番のプレイヤーは発言してください、はいうん。4番さんが言ってることが正直あんま頭に入ってこないですね。<laughs> どっちが真かもしれないかもしれないって。8番については僕正直今んとこ真教で見ていて、3番さんが8を行きたいってことはロラされる覚悟がある。3番さんは狂人あって狂人、真教だとってところ。8番さん狼で、3番さんに関して狼なんて言わないと思うから、8番さんも真教。 38新境だと思うんで、今日はグレーの496をつきました。多分一12に狼が出てると思う。両方とも占いロラを押している点からね。グレーに色合いる相方をずらしたくないのかなって感じ。1番さんは特にグレーの触れが甘すぎたから、1番さんが964の中に相方いるかなって現状考えてる。2番さんはグレーそこそこ触れているけど、6番さんの触れ足りないから、2番さんは狼してる時は二六26とか濃いかなって感じかな。 うん、2級はないと思ってる。初週の発言が悪いすぎてるから、9番さんが狼だとしたら1級だと思ってるな。で、明日として7番さん噛まれるんで、多分38は共に霊能結果出せるんですよ。その霊能結果を見てもう一度考えたいってところ、僕は。そうだね。496どっからつって、今日はグレー詰めだよ、絶対に。38あれで進路で見てる人いる。だいぶ心境っぽかったって俺は感じてるんだけど、発言からして。12が進路っぽかったってともあるけど。まあ、496から詰めていこう。 で4番さんが正直、どっちが心配だったとか、なんか、カリウド出させたやつ、中に狼がいるって言ってるけど、カリウド出てほしいのは、俺結構村勘定だと思っていて、そこに関して言ってるのが4番さんだけなんで、グレーで浮いてるのが。469の時に4番さんだけ浮いてるから、残しておいても俺は SG 値になっちゃうと思う。信じてって言ってたけど、おってもじゃないけど、君の発言は信じられる発言ではなかったよ。3番さんが6番さんを白起きしていたけど、6番さん目線、 7、8で役職2人出ること分かっていてその発言が出たんだったら、3番さんの偽が分かってる6番さんはだいぶ怪しくないって思った。のが分からんな。だとりあえず俺は今日4から冷たいでも。以上。 それだと SG1 作れないよ。プレイヤーは発言してください。んだ ?3 番の3の偽が分かっている僕が狼になる理由はよく分からないけどね、五、うん、番さんの。<laughs> ただ5番さんの言ってることに僕はもう大便乗しますね。大便乗しますね。というか、1、2、にその発言が出なかったことが僕はもう2人ともちょっと新目を追えないですね。1番さん、2番さん目線っていうのは対抗狼で追っているのであれば今日4、6、9を詰めるんです。 で、仮に、例えば4番さん詰めますよね。6と9に占い結果を落ちれば、ラストウルフの位置が分かりますよ。その発言が1、2から出ていないというのがすごく気がかりですね。これで、角黒にしちゃいけないから、うん、白出せしかないよな。6と9、振動で追っていたようなまあ発言もあったから、まあ、分からんでもないかな。うん。ただ、1番さん、2番さん、ともに、その発言がなんで出ないんだろうというふうに思っていた。白出せしかないよな、あれの結果。 38は心境だと思っていますよ。うん、俺初週3番さんは偽かなというふうに思ったが、8番さんの発言からも特段、新要素っていうのは全く拾えてない。うん、3番さんに対して何で見るかというような発言も全くなかったし。でも、今日はだって占いローラでほぼほぼ終わり、うん、じゃない ?38 正直精査つかないから、グレー精査で、えー、グレー詰めて、明日の占い結果、その結果次第で、うん、新っていう、新郎っていうのがつくと思っているから。 4番さんの発言ではなぜか7番さん含めていたのがよく分からなかったけど4か9でうん黒要素は落ちてないんだよね4番さんも9番さんも俺の中ではねてかなんだったら4番さんは素直に狼っぽくないなというふうに思ってるから今日は9番さんから冷たいかなまあ村目線で4番さんっていうのであれば俺目線はどっちでもいい正直49詰めて12の明日の占い結果で正直どっちが狼かっていうのが分かると思ってるから今日はグレー詰めでいいですね 以上7番のプレイヤーは発言してください。さい6番さんは白いと思うけどね。38心境なら、うん、6番はさん人狼なら3番真かどうか分かんないしね6。6番は白いと思うよ俺、うん。今日は自分グレーでいいと思う。うん、隠しろが自分と5番もい,い,いるからねって感じで。うん、4番ね俺。 人狼の発言には見えんのよ、正直4番は。<laughs> これ1九3 4<番>これ。グレー冷たいのか、霊能釣りたいのか、全く喋ったよね弁明ばかりだったんだよね。急に。急に白出せに。9番さんからも特段黒い要素は拾えてないんだよね。まもちろん9番さんの次のことも聞くんだけど、現状リー4番かな。 か4番さん残しておけない気がする。あ4ずりいく彼らか4いくって言ってるな。8番のプレイヤーは発言してください。5番、えー、さん、さっきちょっと考察してしまい、本当にすみませんでした。うん、えー。まあ僕、別に4番さんの意見、別に僕悪くないと思うんですけど、なんかみんな、なんか言ってた、批判してたんですけど、いや、もう僕目線、やっぱ、 カリウド出てほしくないですよ。だって、噛まれちゃうじゃないですか。うん。まあ、4さんに便乗しちゃうんですけど。で、なんでそれを567が、なんか、うん、批判していかは、ちょっと、僕もよくわかんないです。で、まあ、これで84ライン見られるかもしれませんが、別に僕はいいです。白出すしかない、ね、だって、僕もカリウド、別に出ない方がいいかなって思ってたんで、はい。で、あの、3番さんの人狼で、苦労って言ってたのは、すいません。ちょっと、自分が、 カスでしたうん今日今日があるのがしなかったし今人がで狂人っすよねってことは3番「狂人格老」3番は「狂人格ー100%分からなかったら <laughs> あのシンまず俺占って12どっちか <laughs> まず俺占ってそれだけ言いたい投票を始めてくだあいえん <laughs> <laughs> オラじゃないべ ー9番のプレイヤーは発言してくださいいやーまあうんまあ間違ってるけどまあしょうがないねうん、なんで両方ともグレーを捨てないんだ6番さんは白かったっていうのも、うん、納得がいく8番さん俺を占ってって違うそれ絶対ない、うん、あのねそれは絶対にない で、ヨンバーさん、そんなに黒予想拾えなかったかなって、みんなそんなに黒予想拾えてないのかなカリウード出させないのが白だよってしか言ってなくない他の人の発言、何も拾わずそれしか言ってなかったじゃん。えー、それ、それ白く置かれんの黒出したいけどな。えーっと、そしたらね、 一人の生産に関しては二週目から全然フラットに戻っちゃったな。うん。二番さんも変なこと言ってるし、一番はちょっと発言してた。たいけどなまあちょっとだけ二番さんの方が芯薄いかなっていう感じぐらいかな。まあ、ほぼほぼフラットかな。うーんとね、八番さんは俺を占って発言はんなんだろう。狂人だよって言ってるような感じがしたけど、まあ本当に分かってない真の可能性あんのかな。でも、八番さん今日硬いと思うな、そしたら。 1,2、うん、と4だと思うんだけどなぁ。1,2のどっちかと4。うん、で、強人は多分8番さ、うんか。黒。8が急に黒出してくれたらで、かいけどなのに。6番さんはね、まともな発言をしてたから、まあ、うん、一応村目だけど、まだグレーだからね。まあ、白の準備してた方がいい。あの発言だったら狼でも全然できると思っている。うん。そうだなぁ。私は、でまあ一応、 テストしとくねえクロ黒黒の8強かなっていうふうに思ってるうんそんなとこかな村のみんな頑張ってくださいさよなら夜が来ました目を閉じてください <laughs> 黒出して裏の色々に持ち込んだらもう負けちゃうよ <laughs> こんでは、にーしんと言ってなかったかな。あ、でも、もうしろだすしかないのか。え、しろすしかねえか、どっちみち。昨夜死んだのは。しろすしかねえな、しんになっちゃったら、さらさるでやばいな。しろしかねえな。 8番のプレイヤーは発言してください。はい、9番白でした。うわっ、9か、はい、えー、もうこれ、うん。7番さん。えちょっと待ってください。えっと、6が。6が白ロ4が黒。えっと、6。<あ>え、えー、そうなんだ。 2>, あ番さん2番さんが6番さんに黒出し一1番さんが4番さんに黒出し白ハクしました、うん、これで24ラ,ラインか16ラインちょっと見えましたね<ー>で3番はもうあれですね強かあ間違えました強かあのジノです逆かっこいはないですね両方黒出してるから <laughs> でも僕4番さん別に黒くないと思うんでもう1これ16だと思いますね1番 のプレイヤーは発言してくださいだってさ昨日占ってくださいそれ強人でしょ真の霊能がそんなこと絶対に言いませんそれは強人アピールですだから8番さん強人で見ているで4番さん黒です4番さん黒で8番さん強人におきしていることから4人黒黒で追っていますそれしかないですねあの8番さんから真要素は拾えないそこ,こは強人24黒黒だった 二番さん占ってないから分かんないけど、4番さんは黒でした。4番さん黒。だから絶対に4番さんから釣ってください。1は黒だったらどうするでしょで、誰か言ってたけど、1九ラインとか言ってたかな誰か。もうないでしょ ?8 さんが両方とも9白って言ってるんでしょ1九ラインなんてないんでしょうん。で、2番さんが6黒って言ってるからみんな、えー、自分のこと黒く見る人は1、16黒黒って追ってくるのかなそれはないです。4番さん釣ってください。4番さんの昨日の黒予想。 えっと、2が真、8が真って言ってました。なんでですかそんな要素ありましたか ?8 番さん、あれ強、明らかに強人アピールしてるでしょうそれ聞き取れないの、うん、で、8番さん目線も4番さんのこと黒、黒透けてるから、えー、そこでかわいに言ってるんだよ。うん、だってさ、8番さん昨日占って言って言ってんだよ。強人でしょ それを四番さん死芯んで見るってことですよね。八番さんのこと。それが四番さんの黒要素です。うん。がっつり、えー、っと、四番さん黒だから、一番さんの芯が透けていて、そこをがっつり殴ってきた。芯目を落としにかかってきた。というところで四番さん黒でした。二番さんの発言でも言ってたけど、なんだっけ、六三黒黒とかおかしなこと言ってたね。初日。まあ、終わったことだけど。うん、ってところかな。 もう4番釣ってその後二2番釣れば終わるんですよ。120%勝てるんですよ。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。ああ、どっちだろうな。ああ、占い期か6番さん、人狼寺園と出ました。ああ、これ5番さん頼むよ、5番さん。うん、4番さんもう、あの占い審議ついてると思うから、今日6番さんに入れてね、4番さんは。うん。8番さん。 5番さん、これ頼むよ、マジ。えっ、ー、と、投票4に行ってるけど、4番さんの発言って、えっ、ー、と、なんだっけ、6、6級の中にラストウルフが4番さんの人にいるって言ったんですけど、あの、新郎新動っていう可能性もありますよね。その可能性を追ってないんですよ、4番さんって。人外やったら追いますよねって話ですよ。うん。人狼だったら、あんな軽率な発言しないですよね、4番さん。で、6番さん、 えー、これ6番さん強いって言われてる意味が全くわかんないんだよな。んな,なんで ?1、2からグレー爪の発言が出なかったからおかしいと思うって。いや、グレー爪の発言出ないってさ、グレー、グレーからグレー爪が出るならわかるよ。グレーからグレー爪が出るならわかるなんで。なんでかって言ったら、えっ、ー、と、例の言ってもグレー言っても確率的にあの一緒だからね。自分が胸ってわかってるから、グレーの人は。 うん、例えば4番さんが村なら、えー、と6つっても9つっても2分の1で釣れる。3つっても8つっても、えー、2分の1で釣れる、うん。これ人外、人の人間これ分かってますよね。うん、6番さんの発言おかしいんですよ。うん、で、3を外したのも、やっぱり僕3、6、うん、でも1番さん強人っぽい。でも3、6、追っちゃうかな、ちょっと。 うん。初日から言ってるけどね、36あると思うよ、僕。うん。頼みよ、5番さん8番さん。うん。今日、6番さん投票ね。3番のプレイヤーは発言してください。はい。昨日、5番さんに、えっと、6番さんが狼やだったら7、78に、えっ、ー、と、確かあれだっ,っけ、相方とがいるの分かってるから、みたいな話があったかな。うん、と思うんですけど、 あの、それだったら、なおさらね、4期ノー白いって言っちゃダメなんですよ。七、う、八、ん、7発にカリドがいる。で、もしかしたら2二展開になるかもしれないから、例、例の、あるいは、その、例の死をする人がいる可能性もあるから、4級白いなんて言えないんですよ、口が裂けても。で、特にもう、まあ、ほぼほぼ8強人と見てるから、12に相方いるでしょ ?12 に相方がいて、6番さんの位置で4級白なんて絶対口が裂けても言っちゃダメなんですよ。っていうところから、6番さんはもう白でしょ。間違いない。 6の占い理由何ですか ?2 番さんの。うん、全く分かんないですよね。うん。なんか言ってた ?4、消去法なのかな ?4 番さんはえっ、ー、と、なんだっけ進路、新郎を、えっ、ー、と、言わなかったから、白みたいに言ってたかな。よく分かんなかったけどね。うん、まあ、パッション的にね、すごい白いと思ったけどね、4番さんね。いや、9へ黒出ると思ってました。すごいね。も、ま、う、あ、9、1かなと思ったけど、ちょっとこの結果でまた変わったよね。うーん。 今日は46のどっちかを投票するべき。村はね。46どっちか投票するべき。私は6をもうしろっ置いてるから、もう4投票しろと思ってる。うーん。で、八番さんから投票先の話あ,あったかあったっけど。もうあんま覚えてねえや。うん。自分占ってほしいなんていうのはね、欲しいんじゃないでしょう。どう考えても。だね。 4投票します。何か言うことあったかね。ないねまあ、4番さんがあれじゃない ?9 番さんをもう初日からもう黒塗りして9黒のストーリー作ろうとしてたんじゃない ?4 番のプレイヤーは発言てく。あしたは100%死んだ。オカミの時には俺はやる気がない。一時行ったくなかったけど。2番が死ん。6番が4は16か。 橋さんどっちかはわかんない。真の霊能は6番にいるなきゃ負ける。5番がポンコツ野郎だからよ。人の言ってることがわからない。お前が見てきた狼って何だよ。印象悪くして、群れ <laughs> 出さないような狼が、いんのかお前の中で。5番みたいに説教してゆく。ファッシ発信人狼やな。もう当然2番さんが真なんだけど、橋さんどっちかわかんないけど。 ああ言いたくねえけど、こいつ、初めから俺のこと、信じを信用しない。ほんとにあ頭に来てやったもんね、俺は。57コンビはよ。お前らのせいで負けるんだよ <laughs> お前らは白老知ってんのか、この野郎。負けたのはやまれよ !5 番のプレイヤーは発言してください。<laughs> めっちゃ怒るやんか。そんな怒っちゃダメだよ。しっかりカレシアム取りな。白老って言葉は知ってるけど、怪しい村人って言葉知ってるよ、おばあさん。 四万さんが怪しい村人だったら村のみんな混乱しちゃうんだよ。うん。白老も厄介だけど、怪しい村人のほうが俺は厄介だなって思っている。うん。四万さんが村人なんだとしたら、もうちょっと発言考えてみてくださしい発言しるって分かってるんでしょおすすめだよ。村目を取りに行かない狼がどこにいるのって言ってるんだけどさ、村目を取りに行かない村人がどこにいるの、うん、わけが分からないよ、俺は。四万さんが村人陣営なので、あれがね,ね。うん。でもって、 あのー、二番さんの発言の中で、まあ、番さんももう4釣りではちャッと交差っぽくなっちゃうからやめようね。もう、わかんなくなっちゃったけど、俺も,ももう、明日絶対に俺が噛まれるだろうから、4釣ったらそのまま2ね。で、6釣ったら1ね。バランス釣りとか言ったら次の日噛み出して、この、まあね、狼一人ずつ残ってる状態で絶対に負けてしまうから、4釣ったら2、6釣ったら1っていう順番で絶対に釣んなきゃダメだ。明日はないよ、そっか、わかったよ。<laughs> 明日がないのか、でも明日5人になるからさ。 少なくとも、狂人王とオオカミ2匹残ってても、ゲームポンって終わっちゃうことはないんだよ、4番さん。<laughs> ぶちギれ。そうだね。暴言言ってるけど、暴言言ってるからって4ずりじゃなくてもいいけど、怪しいと思った方に俺は入れようと思ってる4、6の話を聞いて。4番、<laughs> 5がいたことが絶望。<laughs> そっか、じゃあ、そうだね。じゃあもう一緒に同損するのやめようか、今後あったら。ごめんね。そしたら、気をつけるね。大人だねもうちょっと目線広く持つわ。ね、でも俺は白老よりも怪しい村人の方が厄介だと思ってるっていう考え方は変わらない。 4番さんが言ってることはだいぶ怪しい発言だと思うよ。6番さんの話を聞いた上で61のがコいのか42のがコいのか。1番さんが初週、あの1日目の2週目グレーフルてなかったのもの、ね、だいぶ気になっているから、そこら辺も考えた上で1624追っていこうと思う。以上。6番、のプレイヤーは発言してください。さい <laughs> 4番さんオオカミなんだからチャットでそんなこと。<laughs> その村アピールやめてくれよ、マジで。俺が釣られちゃうじゃないか、4番さんがオオカミなのにね。<laughs> で、1、2の精査で決めてほしいんだけど、2番さんの視点っていうのは明らかにおかしくて、2番さん視点グレー目が出ないっていうのはおかしいんだよ。だって2番さんっていうのはまず一番最初に1番さん強人、36のオオカミで追ったんでしょうんだけど結局1番さんがローラーを押しているからその視点はないというふうに2番さんは言っていた。間違いなくね。ってことは1番さんオオカミ38に関しては心境で見るというふうに思ってたんでしょ ?2 番さんっていうのは。 だったとしたら2番3視点っていうのは469469のグレーの中に1番3の相方1がいるっていう精査になっておかしくないんだよねそうなった場合38を心境で見るなら4か9かえ僕ね6っていうのを詰めれば明日狼1っていうのが必ず分かるんだよ、うん、で両方とも占って白が出た場合っていうのは39でね仮に黒結果が出ていて両方とも占って白が出た場合っていうのは もうだから9番さんか4番さんか6番で落ちているっていう計算になるんだよ、うんその視点が出てこないっていうのは占い師ではないよね2番さん視点っていうのは、うん、しかも2番さんに関しては38を心境で見るというような発言があった1番さんに関しては38を心労かもしれないし心境かもしれないという発言があった、うん、だから1番さんの8番に投票っていうのもうなずけるはうなずける、うん、で俺視点っていうのはもう2番さんオカミ4番さんオカミで確定だから4番さんから今日は投票してください うん、<laughs> 4番さんの村要素って何ですか僕がオオカミだったとしたら昨日グレーズメア飲みませんね。38に新郎の可能性があるかもしれないから38から行きたいって言いますね。5番さんがそういうふうに発言したとしても。結局僕の首を絞めるだけなんでね。うん、今日は必ず4番さんを釣ってください。以上。投票を始めてください。これ4釣った場合、色は。 フレーズ名のパターンちょっと初めて見ますね。色は、違っちがいいんかな。まあ後出しでいいのかなチャットで。2番さんも入れてるじゃん。四番のプレイヤーは、このゲームやめてくれよ。お前、本当にポンコツの使えない野郎なんだよ。もう村負けだよ、バカ。<laughs> ほんと、おごるに決まってんだろう、勝手に思考をロックして。俺のような狼がいるわけねえだろうよ。もう、どうなってんの、頭ん中。6番みたいに、1番、2番、2番が真の輝きが見えなかったら、このゲームやめちまえ自然な言葉で言ってるよ。1番っついてるやろ、思ってだよ,ロボットだよ。もう見えたよ、こういう瞬間的に。言ったよな、6級のどっちかにいるって。言うこと聞かねえし、初めっから俺が怪しい。お前は白老知らねえのかよ。幼稚園児レベルだよ。初心者だからやり直せ。 どう考えても俺の方が死んだろ。この狼いるわけねえだろよ。お前に投票もらわなきゃいけないのに、お前に説教してる狼がいるわけねえだろよ。6番みたいに飾ってんだよ、作ってんだよ。結果見て謝罪しろよ、しっかり。俺は怒るに決まってんだろ。こんなに怒ってるから俺は無理決まって,ろってるそれがわからない。5番はもうこのゲームやめしまえ。夜は <laughs> めっちゃ切れるやん。 結構切れる人なんですか、この人。えー、やめちまえ。二にもい,いよ。二 <laughs> 番さん、四番さん。 朝が来ました昨夜死んだのは二番三番のプレイヤーは発言してください4番さん黒です1黒 <laughs> 自分のだったんですかえぇ、ー で今日はえー、っと、3番投票でいいかな。私釣りでお願いします。5番のプレイヤーは発言してください。いやー、4番さん間違ってたね。ごめんね。俺がやり直してくれよ。8番さんもね、これ多分もう1626の3番さん、強人の1番さんが真の霊能者でしょ。1番さんが親言わないで負けちゃったんだよ、もうこの場面は。PP ってやつだよ。 8番さんと僕が村人陣営で1、6番さんが狼、3番さんが巨人かな。多分6番さん、白塗りできてよかったですね。うん。1票も入ってないもんね、<laughs> 初日ね。ごめんね、4番さん。でも、う郎 <laughs> って言葉は知っとるよ、もちろん。でもな、怪しい狼オ子。<laughs> 怪しい村人陣営の方が俺は考えるとき困っちゃうなっていう派だから。 でもそうだね。進行論で村人人は白くあれって俺が言えばよかったんかな。ごめんね。おまわさんも2番さんも9番さんも7番さんも8番さんも間違えちゃったよ。ね、ごめんね。いい人ですね。6番のプレイヤーは発言してください。さいはい、ありがとうございました。1番さん、3番さん、5番さんに投票しましょう。5番さんに投票しましょう。うん、ワンチャンもしかしたら3番さんがね、語りっていう可能性もあるかもしれないからね。人狼支援は5番さんに投票しましょうか。 あ、でも、どっちにしろ勝ちか。偶数進行だからね。うん、勝ちですね。あ、キス進行だからね。いや、4番さんはすごいね。うん、俺、村だったら絶対4番さん釣らなかったよ <laughs>。<laughs> こんな方が見るわけねえだろってめっちゃ面白かったね <laughs>。確かにこんな方が見ないわ <laughs>。うーん、4番さん絶対釣らなかったね。うん。 いやでも4番さんはやるゲームを間違えてると思う。人狼ゲームには向いてないと思う。申し訳ないけど。<laughs> 5番さんに投票します。以上。8番のプレイヤーは発言してください。え、もうこれ負けどうなったの強日、強人。あ、3が強人で1、6が黒か。ほら、3強やん。 なんかみんなさ、俺は、俺今日とか言っとったけどさ、ほらもうこれで分かっただろ、さんが今日って。<laughs> もう本当に、もう今泣きてえわ、さんが今日なのに俺が。なんか、<laughs> んか4番さんに通じるところがありますね、8番さんね。くそー。ああ、もう本当4番さんがかわいそうっす。2番さんがなんで4番さんつったんかちょっと分かんないっす、僕は。うん。いや、僕4番さんも,も、 なんで僕しか四番祭、六番ん入れてないかなと思ってましたんです1番のプレイヤーは発言したんでさか、はい、?3 番祭りでしたかいや、助かりました。ありがとうございます。今日5番さんに聞きましょう。うん、どうせなら次回みんな残って勝ちましょう。今日5番さん投票でお願いします。で、4番さんに言いたかった、あのー。これってそういうゲームじゃないんだよねあの。考察で白くなる、黒くなるっていうのをするゲームなんだよ。うん、暴言吐くゲームじゃなくて、あのー、なんてうんだろう。信用勝負なんだよね、これって。 情当なんだね。うそういうんじゃなくて、ね、えこの発言をしたら、えー、なんて言うんだろう、しんぽく見られるとか、黒く見られるとか、そういうゲームなんだよね。うん、それを言いたかった4番さんには、うん、感想戦みたいになっちゃうけど、4番さんは、こういうゲームだってことを分かってほしい、うん。発言から白く見られる、黒く見られる、そういうゲームだってのを分かってほしいかな。今日は5番さん投票でお願いします。投票を始めてください。あんオらじゃないべ。 ブチギレてまだちょっとワーって書きそうな気がするけど、どうなんですかね。6番さん上手だったね。あの位置でよく4九しろって言いましたね。あ、もうどっか行ったら。ゲーム終了。人道の勝ちです。ですぅお疲れ様でした。GG。 いい勝ちでしたね。9釣りに持っていけたのがでかかったのと、6を白塗りできたのは良かったですね。3さん、まさーカ狼スつッター。いや、そんなことなかったと思うけどね。4だけが正しいのに、1はうるさい <laughs>。俺だけが正しいんだっつってね。 よいしょじいとうんいい試合でしたねグレー詰めの展開ちょっと初めてやりましたねなんだかんだ霊の釣りってグレーの方がいいけど霊の釣りみたいな時は多かったですけどね、まあ、6番差が白かったからすごいやりやすかったですね